チャンギエアポート駅は、シンガポールにある MRT 東西線のチャンギ空港支線の地下駅。シンガポールチャンギ国際空港のターミナルに3の地下に位置している。空港にあるためホームでフライト情報が見られるなどの工夫がされている。この駅から次の駅、エキスポまで6分ぐらいかかる。当駅発着の電車はタナメラ駅との間の支線内を単純往復なため、すべての旅客は2駅先の終点、タナメラ駅で本線に乗り換えとなる。タナメラ駅では、島型ホーム2つの中線へ入線し両側の扉を開けるため、乗り換えに際しては階段を使わず、同一ホームで乗り換えが可能である。島式一面二線のホームを持つ駅で、すべての車両が駅構内を折り返し、スクリーンドアが採用されている。2008年現在、MRT の中では唯一改札とホームが同じ木座橋にある駅であり、シンガポールでは他に2013年開業の MRT ダウンタウン線ランドマーク駅とセントーサ、エキスプレスのセントーサ駅が改札とホームが同じ木座橋にある。改札口 MRT では唯一改札とホームが同じ木座橋にあるホーム2002年2月8日に開通した当初は、エグジット A のみだったが、2007年11月12日にターミナル3が開業したのに合わせエグジット B ができた。ありがとうございます。